せーの。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、のったんです。よろしくお願いします。今回はですね、ドラゴンボールのクイズをこの人たちに出して、ちょっと正解数を競ってもらおうかなと思っています。今回やっていただくのはこのお二人です。どうぞ。宇宙の帝王トシンです。よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一人、サイヤ人の王子 YTK 豊です。よろしくお願いします。いや、本当にいつもありがとうございます。ということで、今回はちょっとドラゴンボールクイズを出させていただきまして、正解数を競ってもらおうかなと思ってるんですよ。まあ、普段やっぱりドラゴンボールの声真似とかしてるんで、きっと詳しいだろうなと思っているんですけど、もし正解数がちょっと少なかった方はですね、公開日からでいいんで3日間ドラゴンボールポエムをツイッターにてあげていただくという方向で、喜んでやりますよ。内容任せますから、もう、うんうん、罰ゲームが怖いけど、まあ負けなければいいんですよね。もうこれ全問わかりますから、うんうん、僕はもう、そうよ、素晴らしいです。一応もう、あの、簡単なやつから難しいやつまで用意してますんで、はい、負けねえぞ。早速いいですか。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ第1問いきます。第1問、ドラゴンボール原作ですね、ドラゴンボールにおいて一番最初に叶えた願いは一体何だったでしょうか。これは楽勝だな。これは楽勝ですよ。あ、本当ですか。マジですか。じゃあもうパパって言っちゃって大丈夫です。じゃあせーのでいきましょう。はい、いきます。よしだろう。いきますよ、せーの。ギャルのパンチ遅れ。あ、素晴らしいですね。正解ですね。ジェシカさん、あなたパクりませんでした今。何言ってんだ。ほぼ同時だ、同時だ。本当にもうギャルのパンチ、パンティーですね。パンティーですね。え、これどうします。豊さん外れに。これですね。ワンポイント僕いただきました。まあ、これでも大丈夫です。後半難しくなるんで、今これはもう両方とも1点で全然。よし、いいだろう。大丈夫だと思います。続いていっちゃっていいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。ポンポンいきますね。ナメック星において、これフリーザさん覚えてるかもしれないんですが、悟空が一か八かでフリーザさんに放った海洋拳のカメハメハは一体何倍だったでしょうか。さあどうでしょうか。覚えてますか。マニアックになってきました。え、何倍だったかな。いや、でも結構これはもうみんな覚えてますよ。せーのでいきますよ、ベジータさん。よし、いいだろフリーザー。いきますよ。ちなみにベジータの時はマックス4倍でした。いきます、うんうん、せーの。10倍。惜しい。もう一回いきましょう。もう一回いきましょう。オッケー、もう一回いきましょう。ベジータさんいいです。よし、いいだろう。情けで、お情けですね。いきますよ、せーの。30倍。正解は20倍です。よっしゃ。トシさん惜しかったっすね。20倍だったんですね。そうなんですよ。ということで、今じゃあ、ね、豊さんが2ポイント、トシさん1ポイントということになってますね、はいはい、豊さんリードです。やったね。はい、じゃあ次の問題いきますね。とセル戦が終わった後、悟空が死んでしまいます、はい、でこれアニメだけなんですけど、悟空が死んだ人たちだけの天下一武道会に出てるんですよ。そしてその天下一武道会の名前を当ててほしいなと思っております。うわ、もう半分大喜利です。これトシンさんからいきます。あ、じゃあいいですか。いきますか、せーの。あの世の最強決定戦。なるほどなるほど、あの世の最強決定戦。はあ、いいですね。じゃあ、違うかな。いや、わかんないですよ。じゃあ豊さんいいですか。いいよ、いきます、せーの。死んだやつで一番強いやつ決定戦。あー、そうか、そうきたか。はい、もう一個あるんですよ僕。あ、なんですか。何、あのね、死ぬ時確か、はいはい、記憶さかのぼっていくんですけど、はい、東西南北ありましたよね。ああ、もうそして海王様、はい、東西南北の神社がありますね。死んだやつ代表で決定戦してるはずなんです、ね、そうです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 。で、悟空ちゃん悟空ちゃんとかいう大海王神様が、はい、大海王の覚えてますけど、大会の名前は大会の名前なんだろうな。ちなみにトッシーさんめちゃくちゃ惜しかったです。正解はですね、こちら、あの世一武道会です。うわ、あの世か。めっちゃ惜しかった。惜しかったな。いや、面白い。ちことは0.5点。 いや、いいですけど、じゃあ 0.5 点にしときますね。ありがとうございます。2対 1.5 で今。ね、じゃあちょっと次少しマニアックになります。亀仙人が天下一武道会で1回だけ催眠術を使用します。これで悟空が寝ちゃうんですけど、この催眠術の名前は何でしょう。なんだっけな。これも憲法です。憲法、はい、ヒントはなんとか剣です。あれかな。お、じゃあ、そのまま僕は、あ、じゃあ、ベジータさん。じゃあ、豊さんからいきますか。じゃあ、豊さんいきますよ。じゃあ、行きましょうか。はい、じゃあ、行きます。せーの。よい子、ミンミン剣。はぁはぁはぁ、なるほど、なるほど。トッシンさんも行きますか。お目目が眠い剣。おー、なるほど。もう、お二人ともいいですか。いいだろう。あ、わかりました。いいです。はい、はい、お願いします。正解は、よい子、ミンミン剣です。よっしゃ。よっしゃ。
すごいズボリ当てましたね。そう、嬉しい感じでしたね。嬉しい。トシさん、思い切っても豊さんの答えに合わせていくとかありなんですよ。それをするは良かったなと思ったんですけど、豊さんもこれ間違ってんだろうなと思っちゃって。そういうことです。いやーよかった、そうそうそう、こんな名前だったなっていう。そうです。豊さん今3点、トシさんが 1.5 点になってます。よし、はい、次はですね、もうこれ完全に多分2人とも知らないと思うんで、大喜利です。はい。はい、バーダックっているじゃないですか、悟空のお父さん。はいはい。バーダックって実はテレビスペシャル版からの逆輸入キャラクターなんですね。その逆輸入キャラクターのバーダックは、とある宇宙人に自分の未来が見える壺っていうのを押されるんですよ。はいはいはい。で、すごい自分の辛い未来を見て苦しむんですが、その未来を見える壺を打った星人の名前、何星人だったかちょっと答えていただきたいなと。やば。ベジータさんからいきますか。もしかしてエトシーさんもうこれ分かってる感じですか。僕分かってるんです。マジでか。やばい、マジか、はい。意外すぎる。じゃあどうぞ。いいですか。よろしいだろう。いいです。よろしいだろう。ちなみにサイヤ人は野菜です。じゃあ豊さん、せーの。ヤードラット星人。あーなるほどなるほど。言ったぞ。いやマジ。え？ヤードラット星人？はい、ヤードラット星人。なるほど。トシさん大丈夫ですか？はい。じゃあ行きます。せーの。ヤドラット星人。なるほど。これは今豊さんのヤードラット星人だったかヤドラット星人だったかわからなくなったからとりあえず寄せに行ったみたいな感じですね。これ正解は、うん、カナッサ星人です。誰それ？違うんだ、カナッサになってんだ、はい、魚です。うわカナッサ星人ですね、これは。確かに魚っぽい顔してたな。その魚の顔してます。なんかちゃんとヒレとかがある感じですね。なるほどね。点数は変わらず3対 1.5 です。もう早いものでですね、残り5問です。はい、はい、折り返しいきます。ナメック星においてクリリンさんとゴハン君がサイヤ人の戦闘服を着ます、はい、その時にベジータさんのセリフなんですが、ちょうどいい具合に、うん、なんとか成人用のチビサイズがあったぜって言ってるんですよ。さて何成人だったでしょう。なんだっけ言ってたな、はい、なんだっけ。もう大喜利でいいですよ。はい、熱望させた星のあれなんですよ。おお、なるほどなるほど。あれもトシさん分かってる感じですかこれ。いや分かってないです。あ違った。いやだとすればあの成人が確か出てきたような気がすんな。お、はい、豊さんからどうぞ。いきますか。いいですか。はい、せーの、ツフル人。あー、なるほどなるほど。ここに来てツフル人と。かぶっちゃったなー。何？マジですか。じゃあいいですか、トシンさん。せーの。ヤードラット星人。おお、ここに。ここでね、点数取りいきますよ、僕は。なるほど。正解はですね、リット星人です。あ、よかった。よかった、答え直したんだ。そして点数は開いてないですね。そうです。リット星人用のチビサイズです。マジかー。そうなんですね。次、これ、はい、意外と、知らない人が多い問題です。はいはい。いきます。ドラゴンボール、願いを叶えますよね。うんうん。2つ目に叶えた願いって何だったか覚えてますか？2つ目の願い。はい。2つ目の願いです。ちなみにヒントとして、3つ目は、ピッコロさんが若返りました。はいはい。はい、その間です。わかった。お、じゃあ、トシさん。これわかったんで、いや、ユタカさんから言ってもらっていいですか？うわぁ。まだいいんで。じゃあ、ユタカさんいいですか？よろしいだろう。OK です。いきます。せーの。チャオズが生き返った。あー、なるほど。はいはい、素晴らしい。トシさんどうでしょうか。いきますよ。はい、せーの。カリン星を守ってる戦士のお父さんを生き返らした。ちょっと名前が出てこないんですよね。お、正解はトシさん正解です。ありがとうございます。そうです。ウパだっけ。ウパのお父さん、ね、ウパのお父さんのボラを生き返らせたんですね。あ、そう、ウパのお父さんだ。ボラ、ボラか。そうです、ボラを生き返らせました。お、素晴らしい。カオバイさんにやられたんですよね。そうです、はい、誰かを生き返らせたのは覚えてたけどな。今点差は、今点差はですね、3対 2.5 です。 あと5.5 取りに行きます。はい、あと 0.5 ですね。これちょっと簡単な方いきます。サイヤ人が住んでいた星は惑星ベジータですが、その昔ですね、サイヤ人が住んでいた星には2つの種族がいました。サイヤ人ともう一つの種族がいたんですが、その種族は何人でしょうかと。そういう問題です。マニアックすぎない？サイヤ人と、簡単な問題。簡単です、これ割と。サイヤ人と一緒の星にもう一人種族が住んでました。これ、せーの、それともなんとか人っていう。そうですね、なんとか人ですね。せーのでいきますか。いきましょうか、トシンさん。いいですか。はい。はい、いきます。せーの。ヤードラット星人。なるほど。トシンさん、ヤードラット星人。数浮き当たり戦法。これミート人だな、ミート人。なるほど、正解はですね、豊さん、ツフル人です。ツフル人か。ここでツフル人です。ここで、はいはい、もうツフル人は使えないな。これですね、あの英語のテストで全部トゥー書くみたいなやつですね。ということで、残念ながら今問題は、不正解だった。3対 2.5 です。
はい、ラスト2問です、はいはい、こっち多分簡単です。タオパイパイのお兄ちゃんといえば誰でしょう。タオパイパイのお兄ちゃん、はい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 、豊さんからどうぞ。いいですか、いいですか、はい、はい、いいですか、せーの、釣る仙人。あ、すみません、僕も全く同じ釣る仙人 で、ね、もこれそうですね、はい、正解です、釣る仙人ですね。はい、苦情ありがとうございます。早かったね、すこれは。これで今4対 3.5 です。今の審議じゃない。でも僕分かってたんですよ。多分分かってただろうなって感じですよね。ラストいきます。はいはい、簡単っちゃ簡単なんですけど正確に答えてほしいなと思ってます。伝説のスーパーサイジンは激しい怒りによって目覚めますが、どんな心を持っていないとなれないでしょう。どんな心を持っている戦士がスーパーサイヤ人になれるのでしょうか。よろしいですか。はい、僕は分かりますよ、これは。もうドラゴンボールで言ったらもうこれ知らなかったらドラゴンボールを語ったらダメですよ。詳しくですよね。そうです、正確に、はい、豊さんわかんないんですか。いや、多分あの言葉、いやもちろんあの言葉わかるんやけども、でも正しい何々な心ですよ、うん、あ、そういうことか。そう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 、そう。あ、じゃあいけるいけるいける。一文全部でもいいですよ、別に。一文全部にします。いや、オッケーです、オッケーです、オッケーです。じゃあせーのでいきましょう。せーので、はいはい、せーの、優しい純粋な心、穏やかな心。なんですか。僕は優しい穏やかな心。なるほど、豊さんは純粋な心。あー、なるほど。100点くるか。惜しい。嘘。正解はですね、穏やかな心です。これ0.5だ、これ 0.5 ということで、これ4対4ですね。引き分けですね。4対4。で、最後ちょっと野さん今思い浮かべるその罰ゲーム実行しないといけないんでね、はい、なるほどなるほど。そうですね、おまけで。え、じゃあ難しい問題にします。いやいや、もうそれはもう今思いついたやつで何でもいいですよ、ドラゴンボール系だったら、うん、なるほど。じゃあめっちゃ難しいの1個出していいですか。はいはい。あ、いや、ちょっとじゃあ映画から出します。はいはい、映画、最強のフュージョン、ゴジータが出てくるんですね。 あそこにはジャネンバっていう敵が出てくるんですが、はいはいはい、ジャネンバはとある機械が故障して、そこから生まれた邪念を全部吸収してしまって怪物になっちゃいました、はいはい、その機械ってなんて機械だったかわかりますか。これもう大喜利でいいです。大喜利で面白かった方がポイントでいいです。もう正解したら1ポイントですね、もちろん。これもう当てにいっていいですか。いいですよ。ちなみにヒントは魂なんちゃらかんちゃら装置です。魂分散装置、はい、分散装置。豊さんどうですか。魂ギュンギュン装置。あれね、確かに、ね、いい魂悪い魂を分けてたような気がしてクラッシュするんですよ。なるほどなるほど。魂ギュンギュン出してくんじゃないの。正解はですね、魂ロンダリング装置です。全然違うわ。2人とも違うわ。いやでもこれもギュンギュンですよ。ギュンギュンだぞ、完全に。ドラゴンボールのね、そうですね、ポエムを。申し訳ないですが、3日間よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は豊かさんの勝ちということでおめでとうございます。やったぜ。はい、ということで皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。ありがとうございました、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。お二人のチャンネルは概要欄に載ってますのでお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではまた、さようなら。皆さん今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったんゲーム実況、実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。